どうも皆さん、おはこんばんにちは。デビロエンジェルジムです。マーベルアベンジャーズ続きからやっていこうと思います。えらい久しぶりのマーベルアベンジャーズですけども、僕今回は一人なので、前回のストーリーモードの続きをやっていこうと思います。ストーリーは確かタスクマスターの前で終わってると思うので、そっから、そうやね、もう30分ぐらい進みたいね。で、この後また動画、また違うゲームの撮影もするので、まあ、そうだね、なんて言ったらいいんだろう、今アップデート待ちでね、これを撮ってるわけでございますけども、まあもともとこれ撮る予定ではあったので、まあ順番ほなら入れ替えてこっち先撮ろうか、みたいな感じになったんで、はい、まあそんなことは置いといて、やっていきましょうかね。覚えてるかな、操作方法。まあね、やりながら思い出していこう。で、確かタスクマスターはビードを使って倒せっていう感じだと思うからね。で、ソーとアイアンマンとキャップは使ったんかな、一通り。あ、ハルクも使ったな。うん。で、あとウィドウだけかな、基本操作できてないのは。あ、あの子や、あのミズ・マーベル、この子、この子。ゴムゴムのあの継承者やな。おお、やめろお前も、その急に始まるのやめろバカ。えらい、どっかスタートしたな。おい、ちょっと待って待って待てっちゅうの、ちょっともう。うわ、今のごっつ仕切り直したいわ。まあ、こういう放送事故もたまにはあっていいと思う。うん。ちょっとマジで何の準備もできてなかったし、ジャンプボタン、あ、どれやったっけになったもん。あ、バツやね。オッケー。はーい。じゃあバツって、ジャンプ。オッケーかな。よいしょ。ジャンプ。よいしょ。私もよ。見せてあげるわ。四角、四角、三角。足はもう大丈夫だ。そんなあっさり死ぬなよ、助けますと、お前。では見してくれ。殴る殴る。ドライ。すげえ、アイアンマンがフォローしてくれてる。おい。すっげえ迫力やなこれ。これ VR でやりてえな。めっちゃ雑誌やん。ボッコボコやん、後ろから。はい、シャッター。またこっから急に始まるとかやめてな、マジで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 。始まってるやん。どうすんの。オープナー、まるでかい。よいしょ、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 させるか。あ、これは演出やね。わ、このギリギリで避ける快感やばいわ。もう終わりじゃねえよな。カマワン、これがある。なら倒れに来い。よいしょ。今の回避はうまい。またメモを取ってるの。ほら、私の戦い方を見て笑う。あ、そうか、立っていた。これは写真的反射能力。よいしょ。それパクリって言うのよ。ふう。ちょっとリロードしよっかった。うよー、あ、いた、3発くんのか、それはしなかった。よいしょ、あ、いた、それ避けられへん、くっそ。あー、くっそ、
難しいこれ避けんの。あくそ、ま、ちょっと待って、お、すごい技を決めた今。何今の、ご利用した方がいいってことこれ。あ、いった、ふっと、あ、いった、マジでやばい、こいつ強くね、僕の、いいよ、あー、痛い、強い、マジで強い、こいつ。無罰、オッケー。あかんなー、ここはちょっと一回受けるか。よいしょ。あ、なんかムービー始まった。え、なになに、 R2 でウィドウのグラップル使い、青か黄色のインジケーターでカウンター攻撃を、 R2 でグラップする、はいはい、両、あ、ちょっと待って、動画見させてもらおう。あー、なるほど、これさっき使ったんか俺。よいしょ、おいしょ、常に一歩遅れて歯がゆいだろうな。キメラが目的なんでしょ、どうするつもり、オークションでも。目的はもっと価値あるものだ。バグなの、これ、サプライズにとって。あぶねー、無罰で前へ来る。アウチ、よいしょ、ちょっと慎重に動こうと、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あ、なんか回復した、よいしょ、やっぱこいつ盾持ってるから強いよな。あ、いた、ああそうか、盾で弾かれんねや、危ねえ、くそ、なるほどな、そういうあれのよいしょできるタイミングも限られる、ここや、あー、そっち向いた、無理か、タイミング難しいよな、あの技使うのな、あ、ここや、あー、くそ、無理や、あー、やばい、ご了承したな、これはちょっとご了承したらいかんな、よいしょ、よいしょ、あー、また来たな、で、こうやって回復しながらちょっと戦おうかな、進路抜粋してきた、危ね、まだ真相を掴んでいないのか、割とギリギリの戦いしたんやけど、あー、いくわ、それで調査して何が分かったんだ。あなたは黒幕じゃない、ただのおとりだった。話はおしまい、臆病者、どうしたの、サプライズは嫌い、トゥー、わー、むずいけどおもろいな、あのギリギリで避ける緊張感やばい。今のは読めなかった、これで勝ったとでも。一体何が言いたいの。周りを見ろロマノ、世界はこの日を忘れない。あれですもんね、タスクマスターってあるよね、結構あの結構っていうかあのキャプテンとかそれこそウィドウの戦い方も分かってるし、なんかコミックでは結構なんか強いキャラみたいになってるんやけど、まあ次のブラックウィドウの映画でもタスクマスター出てくるからな。まんまとはめられた。スティーブ聞こえる、早く逃げて。カモロ、くそ、
映画見てるみたい。おお、このゲームはちょっと喋れなくなるな。そんな入り込みすぎて。あらら、あ、生きてる、よかったよかった。今から5年前、アベンジャーズは危険かつ検証が不十分な技術を公開し、大惨事を引き起こしました。我らが愛するキャプテンアメリカ、そして罪もない多くの尊い命が失われ、今なお大勢の人がエーデーと名付けられたこの惨劇の未だ癒えぬ傷に苦しんでいるのです。キャプテン死んだんか。人々は異様なさなぎとなり、この世ならざる能力を得て生まれ変わるという病に侵されました。治療法が確立されないまま感染は拡大。シールドとアベンジャーズが事態の収束を約束する中、一つの時代の終わりを告げたのはバナー博士の証言でした。あなたたちヒーローはサンフランシスコを伝染病とガスの蔓延する隔離地域へと変貌させた。感染した怪物たちが国中で惨事を起こし、正体を隠して影を潜めている者も多い。博士、多分インヒューマンやかな。アベンジャーズはこれはミュータントとかにつながるんですね。活動が違法とみなされ、かつてのヒーローたちは解散。しかし希望は芽生えるものです。スターク・インダストリーズなき今、エーデーの被災者にしてアドバンスド・アイアン・エクスメンとかもこれに当たるんですよね。インヒューマンに。ジョージ・カールドン博士は科学こそがこの国難を解決する手立てだと考えています。あの日キャプテン・ロジャースに何が起きたのか、私はリアクタールームにいなかった。だから真相はわからない。なんかめっちゃギルギル音なってて、何の音やろな。ずっと俺の中の音かなと思ったら、ちゃうかった。拡張ストレージの外付けハードディスクの音やった。めっちゃギルギル言ってるから俺めっちゃ腹減ってるやん、ちゃうかった。家族にとっては救いの言葉です。しかし実現できるのか、エイム批判の声も絶えません。武装集団通称レジスタンスはその勢力を増しています。キャプテン・マーベル、記念式典からフィル・シェルドンが、マーベル大好きやな。東大元、こんな部屋いいけどね。I am みんなどこなの。あれや、エンドゲームの名台詞や。勉強熱心なこった。全部コピーできる。見つけよう。これこれ。お、レトロなスターク。お父さん。ちょっといいかい、カマラ。うん、どうしたの。あと数時間でみんなモスクのリトリートに行く。お前もバスで行けば間に合うぞ。今日だっけ。カマラ、前にも言ったろ。リトリートなら日常を忘れられる。いい機会だ。心から笑っておいで。お前が行かないと、ナキアもがっかりするぞ。そうだね。考えてみる。ああ。それがいい。あ、アイスクリームもあるぞ。あ、それにな、女の子だけで楽しめるんだから。愛してるよ。私もだよ。もうその年の女の子アイスクリームは釣られへんやろ。お前分かってない。5歳やないねんからな、怠け者。怠け者やし。違うな。絶対スターク、トニー・スタークの初恋の人はペッパーじゃないと思うで。よし、あの遊びに。そんな、まさかその名台詞打つんじゃないやろな。
同じこと考えてる？あやまあやま。アホちゃうかこいつ。こいつアホやな。傲慢っていうか、なんか、あらららら、ら天才やねんけどなんかバカやね。やばい、何があった？あ、そうか、インヒューマンがおるからもうそんなんなってもおかしないんか。どうすんのどうすんのどうすんの。なんか目標の設定みたいなのあったよな。こんにちは。ダメだ、おいらんねえな。はあ、ちょっと操作方法を見てみますね。どれやったっけな。ターゲットロックじゃなくて、標準移動、リモート、テイクダウン。どれやっけ、なんかあれあったよな。これや、上ボタンや。オッケーオッケー、了解。よいしょ。ああ、壁用紙登れ。この子すげえな。ルフィもびっくりやな。本部外やな。オッケー、はいはい。とっ、はっ、よいしょ。もうこの辺じゃん。もうちょっとか。こっちはどう？ああ、これ下がりながらのやつやな。よいしょ。長押し。うん。そうだね。アイテム回収忘れてたね。まあいいや。まだいつか来れるしよ。これはダッシュ？からの、よいしょ。あ、なんかある。ちょん。私って賢い。なんてなんてこれ。キャップマークザスポット。あー、キャプテンのマークスポットみたいな感じですね。これ、これ絶対流れろ。よーし、ジャンプ。あ、なるほど、そういうことか。失敗。キャプテンズマークスポット、なんかこれあるんちゃう。としてはぁ、これなんや。あ、なるほど、これを移動させるってことな。手伝ってくれてありがとう。これでいけるってもんだ。うっ、やったね。よいしょ。ふわふわってだよ。ふわふわって、あ、ここですね。よいしょ。うわ、よいしょ。あ、直してんかった今。あれ、あれだ。オッケー。はいよ。ものすごい移動方法するなこの子。うわー。すっごっ、はあ、懐かしい本部に戻ってきた。めちゃくちゃだけど本拠地、ここが本拠地なんやね。なるほど。なんだボロボロ、
巨大昆虫はないのかな。やば、アミールが見たらびっくりしそう。まあお兄ちゃんは何見てもびっくりするけど。あ、待って、オブジェクトいたから、ちょっと待って。他に何かあるかな。私に近づくなんて無理だよ。こっちには伸びる腕があるんだからね。伸びる腕。お前はどっからゴムゴムの実を食べた。どっからだよ、お前はどこでゴムゴムの実を食べた。よいしょった。ドアあんの。ドアがあるわけではない。はいはいはい、謎解きですな。これだな。よいしょ。私しかジャンプできないからハイテクなセキュリティーもうちょっと、ね、もうちょっとこっち、あーごめん、こっちか。もうちょっとこっち、もう一歩。ここよいしょ。よいしょ。ノートパソコンが必要。ノートパソコンが必要と。コレクションアイテムで、アイテムはどこで見れるっちゃね。アイテムは見れないのね。了解。よいしょ。なんか惜しい。コレクションアイテムジャージシティ。あー、めっちゃいい部屋やな。エーデーで私があんな目にあったのがアベンジャーズのせいだって思ってるし。ああ、それでお父さんはあれやな、もうスーパーヒーローになるのはもう賛同できないと。オブナー落ちる。ではパソコンどこ行こうか。よし、見てみよう。これキメラ、リアクタールームの監視映像だ。キメラやって。ほう。タールトン博士。でも司令デッキにいたはずじゃ。お、キャップ。どういうこと？まさか。閉じ込めたの？誤作動じゃない。キャップを殺した、殺人やな。殺したんだ。うわ、何？タイニーダンサー。何何？タイニーダンサー。嘘でしょ。ヒーローズパーク、ヒーローズパーク、どういうこと？これって罠？あそこへ来いいうことやな。あの博士が黒幕ってことではないのか。新たなキャプテンを殺した殺人鬼ってだけ。朝飯前でしょ、このくらい。朝飯前、まだ夜やけどな。はあはあ、いっぱい。どうしたことか。おお、びっくりした。あ、これなんか演説してるわ。タスクマスターやったしな。どうしよう、動画的にいい感じ。
結構なんか俺映画半分ぐらい見た感じだけど、もうちょっと行こうか、どうせやし。うっ、あ、無理でした。普通に無理でした。あれどうやって行くやろ。あれやね、ステージが結構来られてるから単純じゃないから難しいな。ちゃんと行けるとこを見つけんといかんな。ヒーローズパーク、どっちや、そもそもこっちなんやな。で、これをどこ行くかなんやけどな。これ?あ、これか。そういうのちゃんと見つけなあかんねんね。よいしょ。回復ではない。バイオハザードみたいな回復はできない。よいしょ。危なかった。おーっと、嘘でしょ。よいしょ、降りろってことやな。降ります、降ります。うー、ちょっともうそんな怖いとこあるかんでよ。やばっ、めちゃめちゃスパイダーマンみたいな動き方してんな。せーの、1、2、3、ペッペーっと。やばっ、何や、嫌やな。よし、こういうストーリーもちゃんと見ていかないとね。よいしょ。やばい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 。いけるよな。意外と見つかるみたいな嫌やで、そんな。あ、なかった。この部屋窓開いてない。おー、なるほどね。はいはいはい。で、こっから行けるのは上、この上やね。オッケーオッケー、了解。よいしょ。ここが目的地でございますね。で、次は、あ、だからわからんかったもん。これ使ったらいいやな。そういうことやな、了解だ。よいしょ。おー、びっくりした。あれは害ないやつやな。よいしょ。この道から公園に行くのは初めて。これはまっすぐかな。いや、まっすぐか、これ。これでも、あ、でもまっすぐ。距離的にこっちの方が長いからな。よいしょ。うわ、ちょ、まあ、めっちゃ黙り込んでまう。ごめんなさい、マジで。あとこいつ。よいしょ。こうして登ってと。指令デッキのことでタールトンが嘘ついてるとしたら、それ以外のことだって嘘かもしれない。よいしょ。ここ、おー、びっくりした。お前もうほんまやかにせよ。そのバックトゥーザフューチャーみたいな、お前やめろ。お前
やらかした。めっちゃ難しいやんこれ、やば。あー、カマラちゃんそこはしっかりつかめよな、お前ほんまボケはしょうもないな。はい、じゃあこの素敵なおっさんの夜景を見たところで本日はここまでにさせてもらいましょうかね。次回以降から、次回以降じゃあまた次回からですね、この失敗したとこからやっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。それじゃあ本日の動画はここまでです。それじゃあグッバイさん。